はい、こんばトムランチでございます <laughs> えっと私あの実は血圧低めな男なんですよえー、ちょっと数年前にあの体調崩しましてそれ以来なんですけど100ないんですよね常に上がえー、で今日は特にねなんか低くったところに来てここのとこ天気悪いじゃないですかあの雷雨というか で、気圧も低かったせいかね、今日はもう頭痛いというか、この辺がなんかね、ぼえんとして、めっちゃしんどかったんですけど、まあ、天気の回復とともに、ちょっとね、回復してきて、何度か歌えましたけど、はい。まあ、あの、気をつけましょう、体調は。はい。で、えはい。届きました。ギブティナ。 えー、ユニクロとギブソンのコラボでしたっけはいこれとですねこれはいえー、あと他にもね何種類があったんですけどえー、これを頼んでくれとあの嫁に言おうとしたらああって言うんですよね何て言ったユニクロの T シャツっていうことでなんか知ってたらしくてね あの刺しててててたらしくてお分かっっんんじゃんと思って、えー、なんですが、頼むところは慎重に行かないとね、えー、いくつかある銘柄で、レスポールと SG とフライング V とののもあったんですよね。これファイヤーバードだっけなんだっけ忘れちゃった。あとあれね、えー、とあのセミアコね、335だっけか、えー。私、ギブソンはアコースティックしか持てないので、えー、レスポールはヒストリーですし、セミアコはエピフォンですしね。 ちょっと待って、ちょっと待って、ということで。えー、来てもいいやつ、選びました。はい。これはね、確かね、おととものね、五郎さんがね、えー、あの、バンドセッションした時に来てましたね。あ、先越されたと思って。つか、まあ結構前から出したんですけど。ようやく、ゲットできました。はい、そんなこんなでですね、 え今日はこれを着て、えやってみたわけでございますが、あもううっかりしててね、あの、これを着てるのに持ってたギターがヒストリーだったっていうね、うわいかんと思って、慌ててギブソンに変えましたけど、まあ、音的にも、あの、ちょっとヒストリーだと弱かったんでえまあ、ギブソンでよかったんですけども。えっと、今日やった曲は、あぁ、つゆさんに戻りまして、 早な踊るのが、えー、僕のギターにはいつもヘビーゲージという曲でこれ,、まあ、これも何度もやってるんですけどもえっ、ー、とね MTR で撮ってなかったんですよねでちょっと前にあのー、剛さんがネバー・ジンジっていうアルバムで、えー、自分の曲をセルフカバーしたことがありましてえっ、ー、とあのトンボが入ってる昭和の前ですね、えー、そのアルバムの中にも入ってて えー、僕が俺に変わってるっていう。で、三拍子が四拍子に変わってるっていう。それはやったんですよ。えー、MTR でね。えーえー、今日は、えー、元祖、昔のヘビーゲージってアルバムに入ってるう三拍子の英語でやってみました。ほいで、えっ、ー、と、この曲がですね、何でしょうね。もう歌詞がとにかく。 先ほどアップした歌動画のとこにも書きましたけど歌詞が「突き刺さる」と書きましたけどものすごい歌詞なんですよ本当にえー、希望がいつもガラス細工なら壊すことから始めてみようかとかねもうなんかねあのつやさんの曲はねあの好きな曲はこのタホールド・イアスチャンス」が一番好きになってことも言ったんですけどあのその好き好き加減どこが好きかっていうとこでも分かれてくるんですけど えー、歌詞的にはこの曲が一番すごいなと思いますね。えー、でそこをきてね3拍子の曲で本当に淡々と同じリズムを繰り返して歌い方もねすっごい淡々としてるんですよ。ギターもツンチャンチャンつンチャンチャンつンチャンチャンっていう何つうのワルプというかなっていうか、まあ、いわゆる3拍子ね。 で淡々と進むんですけどもその淡々さ加減がよりね歌詞の鋭さをこう醸し出してるというかうすごい曲ですよだから歌詞の中でもうすぐこの僕も30歳って出てくるから20代であの曲を書いたってことでしょ剛さんはいやー20代であれが書ける人生なんか送ったらいかんですよ寿命が縮みますぜ と思うぐらい。まあ、エッジの効いた歌詞ですよ。はい。ぜひ、その辺も、あの、注目して聴いていただければと思いますが。それ <laughs> でね、やらかしちゃったのがね、えっ、ー、と、今日はまあちょっとそのね、ちょっとこう、だる、だるいというか、なんかね、ああぼえーんって感じだったんで、いつもは、あの、私、あの、リズム感が命だと思ってるので、えー、やるにね、 えー、よっぽどのことない限り、原曲のテンポに合わせるんです。あの、アレンジはもうしちゃかめっちゃかしようが、テンポは、えー、合わせます。それで、合わせ方としては、前にも言いましたけど、原曲を聴きながら、MTR のテンポボタンをね、こう、その、押すとそのテンポになるんですけど、やるんですけど。 えと今日はねちょっと手抜きしましてねまあこんなもんだったんじゃねえかなっていう感じで自分の,そのやる感覚でこうテンポを設定してやったんですよ。それでえっとギターコンガを入れるかどうか迷って原曲って中入ってたっけだなきと思ってその時点で YouTube の公式チャンネルから剛さんのえこのヘビーゲージの原曲を流して聴いてみたらねテンポ早かったんですもっと。 でのね、テンポの速さがより淡々とした雰囲気を醸して歌詞のこうエッジを立ててるんですよねだからテンポ感って大事本当にいやーやらかしちゃったなまあそれだけでね原曲を聴かないで聴けばとは思うんですけどちょっとね原曲を聴いてしまうと。 ちょっと抜かっっとかたたなーって感じでしたねやっぱりチューニングとテンポはものすごく大事だと思いますね。はい、あの相変わらずこう何ですか乙さんのは別にして、えー、こう何ですかねカバー動画すると同じカバーされてる方のやつなんかも出てきますけどお歌もうまい、あ、しギターのこっちもね。えー、だから なんですが、音狂ってるっていうのはね、ダメですね。えー、消しちゃいますね。はい、あと、ま、テンポバラバラなのもね。そこは大事にしていきたいと思いますけどはい。はい。ということで。えー、あ、そうそうそう。んで、あのー、4拍子のね、あのー、そのニューバージョンと比べても面白いかなとも思いますし。 とにかく、あのー、テンポ設定は大事、えー、気をつけたいと思います。はい、ということで、えー、今日はあちょっとこうボケボケしながら、はいえー、ちゃんとやりましたけどね、えー、アレンジ的にはもともと、ね、サビはコーラス入ってたんでその前のところにちょっとコーラスを付け加え でえー、っと前やった時はね、あのー、ストロークとアルペジオ混ぜたような感じの、えー、フィンガーでやったんですけど今日は分けてえあ、ー、ギでストロークしてえー、セミアコでフィンガーアルペジオをかましえー、最後終わるところにまあちょっとこうラン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 言うんですけどのランランのバックにちょっとソロを入れるようなアレンジで。 やってみましたけども、ねはいまあ、アレンジは、うん、まあまあ、うまくいったかなって気がします。はい。そんな感じのことでした。ということで、えー、っと、なんだ、このくっちゃべりはえ。ギブティーが来たよっていうのと、テンポ間違えちゃったよっていうのと、今日はちょっと頭が痛かったよっていう、そんなくっちゃべりでしたけどね。はい。明日には治っていてほしいでございます。 ということで、えー、今日はなんか、徳、え、栖、っと、さんの、うん、僕のギターにはいつもヘビゲージの旧バージョンをやりました。はい、こっちに、えー、ちょっと前にやったニューバージョンも貼っときますんで、お時間ある方は聴き比べてみてください。ということで、タムランチでございました。それでは今日はこの辺で、おやすみなさい。